はい、こんにちは、グランピーです。今回はですね、中古の新しい自転車が入荷してきましたので、そちらをですねご紹介いたします。で、自転車だけじゃなくてですね、フレームだったり、パーツだったりで、今組み立て中のやつもですね、ちょっと概算でちょっとご紹介いたします。ではもう早速なんですけれども、まずこっちからいきましょう。こちらですね、フェルトの FR アドバンス105ロードバイクという自転車になります。これは非常にですね、状態がいいです。備品というか、もう極上品と言って、過言ではないと思います。傷はもうないですね。軽く見た感じでも全然なくて、多少自転車で走ってなっていうタイヤのすり減り具合なんですけど、このタイヤを成形する時の中央のこのなんていうかな、ゴムひだといいますか、それもまだですね残ってるような、非常に綺麗な、状態でございます。で、サイズがこちらが54というサイズ、身長が170から180センチぐらいの方に、おすすめな、フルカーボンのロードバイクとなります。はい、でこれですね、本当に傷が少ないんですよ。ここにシールをおそらく貼ってたその跡みたいなのがあるんですけど、これも、ちょっと掃除すれば綺麗になるかなというところで、大きな傷もなく、非常にですね、今から乗り始めようという方には、おすすめな、ロードバイクになります。はい、で、こちらが油圧ディスクの、105の STI ですねと、ブレーキ採用してまして、クランクがプラクシスワークスの、ロード用のクランクですね、こちらを使っております。でボトルケージ、ついてきますんで、これも一緒に使ってあげれば、夏のライドにも、便利にいけるかなというところですね。はい、という1台です。これもサクッと、非常に綺麗な状態で、税込み18万9000円でございます。20万円を切った、カーボンのロードバイクになりますので、本当に今から始めようという身長175センチの方、もうドンピシャです。はい、ではこれまず最初の一品ですね。はい、で、次いきます。こちら、ホイールセットですね、手組みのホイールセットになりまして、エンビとクリスキングの、ホイールセットになります。でこちらはですね、フロントリア、セットの販売になりまして、シルバーのクリスキングのリムブレーキ用の、ホイールセットでございます。はい、で、ホール数がですね、28本の、ホール数の、ハブを使って組んだという感じです。でこれリムはですね、塩ビなんですけども、シクロクロス用でもともと使われてたもので、もう本当に決戦でも使えるように、これ実はチューブレースでもクリンチャーでもないチューブラー用の、リムになりますんで、ちょっと慣れてないという方はですね、もういっそのことハブだけ使って、前後のハブだけ使ってリム入れ替えてしまうっていうのも、一つの手かなと思います。これが前後ですね。でしっかり、シクロクロスで使われていたということもありまして、ちょっとこうスポークにですね、傷があったりしますけれども、ハブの型とかそれは一切なく、もう非常に長くこれからも使っていけるような仕様となっています。これの前後ですね。これが、よいしょ、ちょっと待ってくださいね。なんで、今リムブレーキの、モデルって結構少なくなってきてるんで、希少度は上がってきてるんじゃないかなと思います。はい、エンビクリスキングチューブラーリムホイールセット、これがですね前後で14万8500円です。なんで今でいう前後のハブを新品で買うよりは安いっていう感じですね。はい、
という、ホイールセットになります。これも1セットのみ入ってきておりますと。で次も、ホイールセットになります。こちらですね、マビックです。よいしょ、ちょっと待ってくださいね。これ情報がですね結構いろいろありまして、はい、こちらです。カーボンの、ホイールセットになります。マビックコスミック SLR40 リムブレーキ用になります。これもあの前後セットですね。でこれは、カーゴミのマビックのホイールセットなんですけども、リムブレーキで、止めるチューブレス対応のモデルになってます。で今ですねこれチューブレス仕様で、組まれてますので、タイヤもですねそこまで減ってないです。はい、なのでこのまま使用していただいてもまだ全然いけるかなと。サイズはテラベールのランパート700の 28C が装着されております。でこれかなり綺麗な状態でして、ほとんどリムも減ってないですね。非常に綺麗な状態でございます。はい、なので今カーボンのリムブレーキ探しているという方はですね非常に、おすすめな一品でございます。これは前後ついてきます。でハブの内部も非常にまだ綺麗な状態です。ガタも全然なく、そのまま使えるという感じですね。はい、で、このホイールセットに、付属するのが、結構ついてくるんですけど、はい、まず、このバルブ関係がいくつかと、で前後の QR ですね、 QR もついてきます。マビックの QR、はい、このホイールにあったものですね。で、一応このスイスストップマビックのブレーキシューまでついてくる、はい、あと、マビックの品質保証書ですね、スポーク回しも、ニップル回しが、一緒についてきますよというセットになります。でこれが前後セットでもう全部ついて18万7000円税込みとなっております。なので本当に今リムブレーキのロードバイク持ってて、でちょっとこうグレードアップしたいなと、走りをちょっと変えたいなという方はぜひですね、使ってみてください。ちょっと面白いと、ことになると思います。はい、ではこのホイールセットですね。よいしょ。で次がですねちょっと変則的なやついってみましょうか。よいしょ、こちらです。これで何か分かったらすごいですね。はい、サーリーのパグスレーです。元祖ファットバイクと言われたサーリーの、パグスレーなんですけども、このモデルはですね実は、3世代目ぐらいかなになりまして、ディスクブレーキ専用のものになります。で前後のスペース、ハブのスペースは両方ともですねフォークも、リアも 135mm の QR を使う仕様になっておるものです。でこれ実はですねステッカー、よいしょ、剥がれて今もうなくなっちゃってるんですけど、これはですね世界500台限定で実は販売された、マグマブラックっていうカラーで、登場しとったモデルですね。それの、フレームセットとなります。で、ステッカーとか剥がれてるんですけど、内部見てもそこまで大きな、サビとかもなくてですね、このままがっつり使えるなという、状態になってます。でどうしてもこう色を塗り替えるっていう場合も非常にいいと思います。もうステッカー全部剥がれちゃってるんで、もうこのまま新しく貼り直すっていうのもありですし、新しい色に塗り替えて楽しむというのもありだと思います。で今パグスレーのこの時期のモデルっていうのは、もう中古じゃないと手に入らないようになってますんで、ファットバイクもう一回ちょっと試してみようかなと、あの時買えなかったけどっていう方はですねぜひ、試してみてください。はい、ではですねこれが、フレームセットの、販売になります。ちょっと待ってくださいね。これがですねなかなか、パグスレーって元祖のファットバイクだけあって結構人気なんですよね。
はい、これ M サイズになります。身長が170センチから175センチぐらいの方が、ちょうどいいサイズでございます。で、価格がですね6万3800円となっています。ちょっと細かいところにですね、小傷等はあるんですけれども大きなへこみとかはなくて、本体はすごいしっかりした状態というところでございます。はい、こちらファグスレーのフレームセットです。はい、では次いきます。よいしょ、次はですねこれいこうかな。これ実はですね中古じゃないんですよ。中古じゃないんですけどちょっと裏から引っ張り出してきました。これも一緒に紹介したかったんです。これフレーム単体、サルサのエルマリアッチ XS サイズですね。こちらをちょっと持ってきてみました。これはですねいわゆるこうクロスカントリーマウンテンバイクなんですけれども、非常にですね乗り心地がいいモデルでございます。僕は非常に好きな一品です。で XS サイズってもうほとんどなくて29インチのホイールを採用しているモデルなんですけれども160センチ前半の方でも全然乗れちゃうよというサイズになります。でこれにリジットフォークをつけたりフロントサスペンションをつけたりして、まあ、自由に使っていけるというモデルになります。オフロード中心で行く場合は、まあ、フロントサスで、でバイクパッキングで楽しむ場合はリジットのフォークをつけると非常にいいかなと思います。でこれ遊び心が効いているのがですねこの後ろなんですよ。このスライドエンド、これがですねシングルスピードにも対応したエンドになってまして、普通にディレイラーハンガーがついてますので、これでギア付きにもできます。で幅は135ミリのディスクブレーキとなっております。はい、でこれなんですよ。これここもう今こういう遊び心なかなかないんじゃないですかね。このハサミのマークが実はですね入っておりまして、まあ切ってくれと、変速機なんかいらんやろ、切れという一応ですね印がここに入っておりますので、こういうのもですねエルマリアッチの僕が好きな、理由の一つですね。はい、これは赤色なんですけども傷もほとんどなく、綺麗な状態となっております。はい、これがですねフレーム単品の、販売になりまして、よいしょ、9万7900円となってます。黒森フレームの、マウンテンバイクフレームになっておりますと。これもぜひチェックしてみてください。はい、では次、よいしょ、ですね次は高級車になります。よいしょこれですね、やっぱり一回は憧れるバイクでしょう。素材はチタンです。よいしょ、はい、ではご紹介します。これガチャーン、はい、セブンですね、アクシオム S というセブンの、ロードバイクフレームになります。これはですねフォークは、カーボンでフレームはチタンの、素材となっております。でブレーキはですねもうリムブレーキです。はい、これここにブレーキをつけて使用するという感じです。でセブンの自転車って、まあ、年代が変わったでも、全然こう見劣りすることがないっていうちょっと不思議なですね、ロマンが詰まった自転車なんですけども、それの中古が出ましたのでちょっとご紹介という感じですね。で、チタンなんですけどその上にですねこういう、グリーンブラックの、ロゴをペイントした、ものになります。でこれ左右でですね実はペイントの具合が違うんですよ。こっちの左のフォークの方はグリーンとシルバー、こっちはブラックとシルバーとグレーという感じで左右非対称のペイントとなっています。後ろもそうです。こっちは塗ってないんですけど、こっちはグリーン色に塗ってるというような非常にデザイン性が入ったかっこいい自転車ですね。メイドイン USA となっております。でこれフレームセットの販売なんですけども、さっきご紹介したマビック、のホイールを装着することもできるし、これはですねちょっとシクロクロス用なんでリムを変えればこっちの
セブンと合わせて組み上げるということも可能です、はい、もしくは、まあ、今、自転車乗っててですねリムブレーキの自転車乗ってる方で、チタンの自転車欲しいなっていう方は非常に狙い目です。あのフレームだけ使ってであと組み替えるという感じですね。これがですねサイズが、トップチューブが530ミリです。ここトップチューブというのがここですね。これが530ミリ落とすで、シートチューブが490ミリというスローピングフレームになります。で、身長はですね170センチ前後、平均身長、ですね男性の平均身長ぐらいにおすすめとなっています。で、傷はですねちょっとここに目立つ傷があります。まあ塗装なんですけどここにちょっと剥がれた傷があったり、まあ、使用に伴う小傷は、あるんですけれども、大きなへこみはなくこのまま使えるという一品でございます。価格はですね、フレームセットで税込み30万円となってます。はい、セブンのフレームが30万円で手に入っちゃうという感じですね。はい、これになります。では次はですね、入荷したばかりでまだ組み立て中なんですよ。なのでまだこれっていう価格は決まってないんですけども、よいしょ、あっちですね、はい、こちらでございます。これシグのランド M サイズですねの、中古車になります。今メンテナンス中でして、まあ、バーテープ変えたりですね、サドルどうしようかとかチェーンどうしようかスプロケどうしようかというところで今メンテナンス販売に向けて、やっているところです。一応タイヤは新しい、ちょっとロゴはですね1個前の旧型になるんですけど新品の、タイヤを今装着しております。コンチネンタル X キングですね、はい、非常に頑丈なマウンテンバイクでも、使える、まあ、マウンテンバイク用のタイヤになってます。はい、で、この辺りの、クリスキングのヘッドセットは、まあ、取って別のものをこう装着しようという予定でございます。で一応問題なく安全に乗れるような、状態に持っていって完成車として販売する予定です。はい、まだ金額はカチッとは決まってないんですけどもおおよそ25万円前後になるんじゃないかなという具合で今組み立てていってますんでこちらまた完成しましたら SNS とオンラインショップに掲載しますので、ぜひチェックしてみてください。でちょっとランドの中古車何とかして手に入れたいという方は先にお問い合わせいただければ、何とかします、はい、という感じでございます。はい、ということで、今回はですね、新しく入荷した、中古の自転車フレーム、パーツ等々、ご紹介いたしました。他にもですね実はまだ紹介しきれていない自転車も、あります。でオンラインショップに、日々ですね何とかこう上げれるようにしておりますので中古の商品何かないかなというときはですねぜひオンラインの方もチェックしてみてください。はい、ということで今回は中古商品のご紹介でした。どうもありがとうございました。